はい、カフェ&キッチン向井マスターのやりたいことをやっていこう、今回もよろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、11月の6日日曜日、東京競馬場で行われたアルゼンチン共和国杯の結果の発表とさせていただきます。前日の動画でね、私の本命発表したと思います。私はアルゼンチン共和国杯、3枠6番のキラーアビリティを本命にしますと。で、まあ、都ステークスは4枠8番のハピーを本命にさせていただきますと、動画で、言わさせていただきました。発表させていただきました。で、まあ、馬券をね、買うかどうかがね、ちょっとね、今回わからないっていう感じだったんですけども、まあね、結果からいくとね、キラーアビリティ8着、ハピー4着っていうね、まあ全くでもないですけど、まあ馬券はね、買ってればね、外れていたんですけども、私一体馬券を買ったんでしょうか。結果はですね、こうです。馬券買ってしまいました。少額ですけども、というわけで今回はね、外れ馬券をね、買ってしまったということで、いやー残念でしたね。いやでもね、キラーアビリティあんなねだとは思わなかったですね。まあ、最後の直線ね、キングオブドラゴンが内側にね、柵に思いっきりぶつかっちゃって、結構直線ごちゃごちゃしちゃったんですけども、まあキラーアビリティはそんなに被害はなかったと思うのに伸びなかったってことは、まあこれ休み明けなのか距離が長いのか、ちょっと分かんないとこですけども、いやでも多分あの伸びだと2500って距離長かったって感じがしますよね。もうちょっとね、 2000m までの馬なのかもしれないですね、この馬は。キラーアビリティはで、まあ、帝王ロイヤルもね、やっぱちょっと不利を受けてしまったのでね、最後直線沈んで6着まで落ちてしまったんですけども、まあ、今回はちょっとね、荒れましたね、まあ、ブレークアップ、4枠7番ブレークアップが勝ったんですけども、まあ、前走3勝クラス勝ってここのレースに出てきたんですけども、まあ、そうですね、強い競馬でしたよね。まあ、不利、やっぱこの辺の馬は多分ね、最後不利があったと思うんですよ、4コーナー直線入ったら。でもそれでもね、しっかり伸びてきて、勝ったっていうのはね、なんだかんだ言ってやっぱこの馬もね、まだね、条件戦上がってきたばっかですけども、実はかなり強い馬なのかもしれません。スクリーンヒーロー的な扱いになるかもしれないですよね、下手したら。で、まあ、2着がハーツイストワールでしたね。で3着がヒートオンビート。まあ僕はこう見れば、まあ、紐が7番と、まあ、16番が1着で3着って感じですかね。でもこう書いたけど、僕買った馬券だいぶ違うんですよね、こんな感じで。まず8番買わないでディアマンミドルにしてしまったのと、あとはワンチャンマイネルファンロン来たら面白いなっていうのと、逆にハーツイストワールの方がいいんじゃないかなと思ってそっちにしちゃいましてね。まあ全部暇なんですけどねまあ、そんな感じでした。でハッピー4着の都ステークス、これはね、携帯でちょっと買わさせていただきました。携帯で余った残金だけで買ったので、もう本当に少額です。でまあ4着だったんですけども、まあこのレースも勝ち馬荒れましたね。サンライズホープ、全然無印ですね。全く気にもしてなかった馬が来ちゃったので、何とも言えないです。2着の萩のアレグリアスも買ってないんですよね。ちょっとね、こうやっぱ休み明けが、休み明けを叩いて、休み明け叩いてとか、休み明けで構想した馬っていうのはちょっと僕ね、あんまり手出しづらいんですよね、2走ボケが怖くて。で、萩のアレグリアスも軽視してまして、で、多分僕買ったのは一番良くて3着のオメガパフュームとハッピー、もう本当に人気どころになっちゃうんですけど、それをワイドで買ってたんですけど、まあそれが一番惜しかった馬券かもしれないですね。その次に、まあ、4着5着でハッピーと大聖ドレフォンだったのかな。
ナハピもね伸びてくるのかと思ったけどやっぱジリジリでしたね。まあそれがここ3走の重傷の結果がやっぱ出ちゃってるのかもしれないですけども、まあそれでも3歳馬の中では最先着を果たしたので、まあ3歳馬としては頑張ったんじゃないかなとは思っております。まあこんな感じで、今回はでもね今週の土曜日曜の重賞全部人気薄き勝ちましたよね。いやまあこんな時もあるのかなと思うとまだまだちょっと僕もね勉強不足なのかなと思っております。ただね本当にもうねもう完敗だったんで今週はもう本当に来週どうするんだって話ですね。まあ来週またね、馬券予想動画上げさせていただきます。そして買うかどうかも発表したいと思います。はい、ということで神山のキッチン向井マスターのやりたいことをやっていこう、11月6日の日曜日、東京競馬場で行われた、アルゼンチン共和国杯と阪神競馬場で行われた都ステークスの本命発表と結果の動画でありまして、で今週もまた、反省会とさせていただきます。先週ね久々に、まあ、取り紙ですけども的中できたんですけども、また今週ね外れてしまって、また、ね、せっかくねこう右肩上がりになるのかなと思ったけどやっぱりねこうまた潰されてしまったので、また来週からうまく立て直していければいいなとは思っております。まあ、そんな感じでね、僕は競馬の動画を、毎回上げさせていただいてまして、まあ、土曜日に、日曜日の重賞のおすす、本命発表と改名の動画を上げさせていただいて、で日曜日に、まあ、実践編として、まあ、一応馬券を買ってレース観戦して、まあ、反省会の動画で勝てば祝勝会の動画にさせていただいております。で集中にねショート動画上げさせていただいてますので、そちらの方はね、大体地方競馬の、まあ、重賞の日、まあ、水曜日ぐらいだよね、だからのおすすめ馬の動画を上げさせていただいております。まあ、こんな感じで競馬に関することがメインでありまして、まあ、競馬の盛り上げの一助になればいいなとは思って常日頃頑張っております。まあねこんな感じなんでね、馬券というか競馬好きの方、これから競馬を始めたいと思っている方、ね、この外れまくる動画を見て、元気を、もらってるって思っている方、何でも構いません、まあ、よかったらチャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録だけでも構わないのでよろしくお願いいたします。はい、ということでね、今回の動画は以上させていただきます。来週はね、京都旅行に行ってますので、日曜日の動画は京都のホテルから撮影させていただきたいと思います。ね、ちょっとね、もしかしてね、葉巻とか加えちゃってね、もしかしてこういう状態でね、やってるかもしれないですけどね。まあ、当たればな話ですけど。まあ、そんな感じで、来週もまたね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、またというか、本日、馬券を外れた方、おめでとうございます。で、今回、馬券を外れた方はね、僕と一緒にね、また来週から G1 始まりますので、また頑張っていきましょう。それでは、次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。